土の子がいますよ。でか、土の子。なんでこんなに土の子がいるんですか。でかくないですかこれ。ペカ、鳩場刑事、そしてお、釣りハムさんやないですか。釣りハムテレビジョンさんですね。テレビジョンさんですか。テレビジョンです。そしてこの方好きですね、釣りが大好きです。そしてちょこっと映ってるのが今日何の釣りされるんですか。ヘチヘチです。お楽しみに。ヘチヘチってお楽しみに。これ何ガニって言うんですか。チヌガニ。チヌガニ。チヌガニってチヌが釣れそうなカニですよね。ね、ほんと。ヘチヘチって。おかしいのがヘチヘチって言ってます。ヘチみたい。ね、なんか対抗手段ある、ブンブンとパラパラみたいな。そうよ、ブンブンパラパラヘチヘチ。負けられない。どんな仕掛けでやってるんですか。ブラクリじゃないか。あ、バリンですね。オーソドックスなの。膝とかがあった時に食べやすいように。ああ、そういうことなんですね。あと食吸収です。ああ、いろいろ。ヘチヘチ釣りの竿はそれですか。それにしました。普通に見えますね。リーダーに直結で針を。ガンダムはまだつけてないということですね。ヘチヘチです。ヘチヘチですね。なんで2回言うんですか。なんとなく。よいしょ。お、来てますね。お、来た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 。これでいいですか。これでいいです。これでいいです。はい、これです。これがヘチヘチか。カニさ、食われます今日も。そこまで落ちたのかどうかがわからない。まだ落ちてない。ガンダムはまだ売ってないじゃん。まだ売ってないですね。カニさんが落ちております。餌が落ちるスピードと一緒ぐらいな感じで竿を落としていくだけです。これそうそんな感じです。そんな感じです。わかりました。今入ってたでしょ。そう。それがヘチヘチ。ヘチヘチ。それ別にヘチずれよくないですか。ヘチのフェッチって意味ですか。ヘチフェチ。来た。そうそんな感じです、はい、来てるでしょ。そうでも早い。どうやってつけるんですか。初めてですこれ。はい、 OK です。はい、お、ひらめちゃんが慣れてきております。ヘチ釣りです。あとは釣るだけです。早2時間ぐらい今経過しております。ガンダム打ってるからですね。当たってますおお、来た。そう。で、溜めて遊ぶ。そして巻けるときに巻く。リードを。そう。下げながら、で、竿の力でもう一回上げる。竿の力で上げる。そう。来た。ベラちゃんでーす。ベラちゃんです。でも一番最初、ヘチヘチ釣りのベラです。虫できました。まあ、カニ難しいからですね、とりあえずこれで練習してもらって、はい、じゃあ今から場所移動しましょう。はい、はい、でしょ。紫外線の塊ですよね。今何の釣りしてるんですか。ジギングです。あ、ここにおるの。ヒラメさんですね。アクアマンジさんじゃないですか。あ、ヒラメさんです。どう、アクアマンジさん。ダメバッカン今日しないです。あ、皆さん全然釣れておりません。移動してきてまいりました。危険堤防でヘチ釣りをしたいらしいです。コーラを飲みながら早速ヘチ釣りを穴でするといいですね。下まで落とした方がいいですか。もちろんでも練習になるでしょうね、穴の方が。来た。おお、すごい。そう溜めて落として、そう。お、うまくなった。そうです。叩きを。ベラや。ベラ。でもまあ練習ではいいですね。今ちょっとかっこよかったよね。かっこよかったですね。なんか。ヘチヘチさん目指します。カマさん釣れた。3匹目。やけどね、持ってきよう途中に外れて海に落ちるっちゃ。あのカマスの泳がせ釣りが一番最強で知っとった。あ、マジで。俺。生かしとかんと損よ、絶対。カマスはね。なんか今戻ってきましたよ。なんか悪いこと言ったかいな。この音は。おお。その姿は44平米さんやないですか。よし。これで買うんですかそれ。ディズニーシーです。来た。竿で、そう、おお、来たー。ほら来たー。ヒラメママに黒が来ました。
こっち向いてガッツポーズお願いします。あ、アジよ、アジアジアジ、釣りハムさん初めてのアジです。お、次何ですか。またベラ、ベラいます。さあ、それを狙ってください。ヘチ釣りが穴釣りになっております。本当に。ちっちゃいつまスでつけてるからね、ジーンジーンジーンって。で、どうして取れるんだと。で、ね、鈴つけ取って鈴に絡んで、一生懸命こうガーガーガーって取り寄ったら、ちっちゃら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 。ああ、危ないパターンですよね。危ないパターンイコール外しちゃうで意味がないよね。安牌の荒壁ですね。暑そうですね。なんかアイスクリーム食べながら荒壁をたしなんでおります。お、黒ですね。バンバン釣っております。お、皆さん何の釣りから始まるんですか。出たジグサビキ、見てください。これがもう元祖でしょ。人気の ジグサビキになんか本物みたいなエビがついてますね。これもう人気だ。人気だ。もう邪道中の邪道ですよね。お、来た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 。お、竿は曲がっておけど、果たしてベラ、うん、お、ブーじゃないですか、いつもする、塩分補給です。お、さすが。アクアマンジが気使った。出たよ、またサンドイッチ。アクアさんの曲は聴けれんね、このままやったら。石だ石だ。おお、やったー。三番層やりました。初です。初石鯛。はい、ちょっと持ってください。わー、しましまパンツ。ちょっとこっち持ってきて。あ、笛吹き笛吹き、いいね。バシッとサビキに食っとうかよ、これ。ありましたね、443ジグサビキに邪道。おお、すごい。さすがジグサビキ、やりますね。何ですか。これ、笛吹き台ですよ。わ、綺麗か。ちょっと見せてください。美味しいんですか。いやー、見てくるカメラが。でかいっすね、意外と。すごいっすね。好きですね、ジグサビキ。エビつけたいんですか、また。ちょっとドラグ出ましたよ。マジですか。びっくりしました。びっくりしました。またベラやろう、どっちってやっとけ。すげー、こんなのがいるんですね、この時期に。綺麗です、赤の。そうそうそう、すごい毒があるんですよ。本当ですか。冗談です。ジグサビキやめれないですね、これ。ちょっとアクアスタジオムにやりましょうか。まあ、暗くなりますよ。なんでそんな受けてるんですか。あれめっちゃ好きやったんですよ。ほら、これもらったってことはわかるやろ。暗くなるよ。はい、ではこちらですね、笛吹き鯛を今から白ワインでキノコと一緒に蒸し煮にしたいと思います。ちょっと今ですね、胡椒は振ったので、上から白ワインをドバ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 。はい、そして上からですね、ラタトゥーユ風、夏野菜食べたいですよね、たくさん、トマトをたっぷり使って、じゃーん、だいぶ水分が出てきましたね。今日はトマト缶を使わずにフレッシュトマトだけで作ろうと思ってます。もうちょっと煮込みますね。三枚おろしにしたアジは、軽く塩コショウをして、小麦粉を振って多めの油で今こんがりと焼いています。もう良さそうですね。今日はちょうどポテトサラダがあるので、ちょっとサラダと組み合わせてみたいと思います。さあ、そろそろ蒸し上がった頃です。それでは開けてみますね。今日のお魚まんじゅうは、開けますね、せーの、じゃん。え、ヒラメの今日のおまんじゅう、お待たせしました。サンバソーまんじゅうです。そう見えますか。はい、こちらですね。今日はヒラメが料理作ってます。笛吹き鯛、
葉ですよね。聞いたでしょうね。はい、でこちらをですね、夏野菜がたくさん食べれるようにラタトゥーユ風に仕上げてみました。アジですね、カリッカリに焼いたアジです。周りはポテトサラダに、こちらはレモンバターソースをさっぱりとかけて、以上ひらめ飯でした。あー、メバル、メバリングのメバルですね。料理とかするんですか？料理とかたまに。あ、たまにですか。優しいな優しくリリース。アクア、アクアさんが来た、来た、来たってですか。アクアさん行きます。来た、来た、アクアさん。それ何、何、何、あ、アコ、何この、何仕掛けこれ。アコでかい、でかい。ジグにワーム、めちゃくちゃ、もうそうじゃなくて池みたいな感じじゃないですか。これぞインチキ。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、そのサイズじゃなくて、うん、でっか。おお、ブラ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 あ、ブラ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 、何やってるんすか。疲れてますね。なかなか釣れんでしょう、危険抵抗でも。めちゃくちゃ早いですよね。むずいんですよ、なかなか。こっちにはこれ針飲んどでしょ。針の、針飲んどでしょ。飲んどでしょ。このまま泳がしとったらいいです。あ、そうなんですね。